割と昨日に引き継いでですね、引き続きですね、また別な先生のご紹介というかね、したいと思いますけれども、今回はですね、今回はっていうか、えー、交流文化学科のね、また H 先生という方なんですけれども、あの、大学のホームページをね、見ると、えぇ、ー、人の先生方に関しては、まあ、 ほとんどの先生なのかな全員確認したわけじゃないけど、まあ、あの、それぞれの先生のね、専門分野であるとか、まあ、なんていうのかなあの、授業方針とかね、いろいろ書いてあったりするんで、一回眺めてみるといいかなと思うんですけれども、ちょっとね、この H 先生の、 その自己紹介ページを見ると、なんでこの先生が交流文化学科っていう学科にいらっしゃるの交流文化っていう、その学科とどう関係があるのっていうふうにね、思ってらっしゃる方、あの、いらっしゃると思いますけれどね。ま、ああの、まあ、そこにはですね、ちょっとこう、いろんな複雑な事情がありましてね。それはま、あもしかしてまた機会があれば別などっかのところでね、お話したいと思いますけれども、この先生ですね、ま、ああの、 なんて言うんだろう。えー、ご本人は自己紹介のところに書いてはいませんけれども、あの、対面授業のようなね、あの、学生の皆さんであるとか教職員の皆さんが自由にキャンパスに出入りできる時代であれば、あの、ちょっと、あの、意識していればすぐに気づくことなので、まあ言っちゃうと、おそらくね、直接ご本人聞いたわけじゃないけどね、この人ね、ラーメンが好きなんですよ。 おそらくラーメンが好きでですね。まあ、あのー、この、えー、ビデオを見てくださってる人の中で、大学の周りのそういう食事事情に関して知ってる人であれば、あ、あそこかなって思うところがあると思うんですけれども、まあ、まあ、そういうことですね。そこでよく、あのー、姿を見かけたことがあったりします。でですね、まあ、あのー、最初に言ったように、この、この先生のですね、その専門分野が、 この、何ていうのかな、えー、交流文化学科っていう学科のそのカリキュラムとどう関係するのか、いまいちこうピンとこないっていう人がいるかもしれませんけれどね、この人、もともとご本人がお持ちというか、まあご本人が大学院などで研究された、えー、研究テーマと違うテーマみたいなのをね、ちょっと持ってらっしゃるんですよ。持ってらっしゃるっていうか、今、今見た限りでは、こう、なんていうか、 えと大学のホームページの自己紹介のところに書いてないんですけれどね、そのことはちょっと触れられていないような感じなんですけれども、あ、書いてあるか。これかなうん。あのね、この先生のすごいところは、そのご自身がもともと持っている、その、ある分野の研究の中での業績も素晴らしいと思うんですけれども、 それとは別にしてね、いわゆる教育方法に関する研究というか、まあ、実践的な研究というのはすごいんですよね。特に ICT っていう、まあ、あのコンピューターであるとか、あるいは教室にあるプロジェクターとかスクリーンとか、あるいは電子黒板とか、さまざまな機器類を使って、いかに学生の皆さんに対して、えー、分かりやすく、ね、授業するかっていう、その教授法っていうのかなに関する。 まあ、機器類を使った教授法、機器類を使ったものも含む教授法に関するね、研究っていうのかなんかすごいんですよね。で、えっ、ー、と、今日7月27日で、実はこの方とですね、これ言っちゃいけないのかなまあ、ええー、か、7月の、まあ、あの、過去になるわ、ええー、か。えっ、ー、とね、ある時ね、まあ、7月27日月曜日なんですけど、この今週のね、どこかでね、この人とですね、1対1でちょっと、 打ち合わせというかミーティングをすることになっていてね。そこでそういった話もしたいなと思っています。あの、まあ、僕自身、少しその、まあ、いわゆるコンピューター科目を持ってるってこともありますしね。コンピューターを使った外国語教育っていうことを看板にね、掲げているっていうこともありますし、まあ、それに僕はすごく興味を今持ってるんですけれどもね。まあ、ちょっとだから、あの、僕自身の本来の、こう、 なんていうのかなうん、分野は、研究分野っていうのは、外国語っていう、まあ語学なわけですよね。言語学なわけですけれども。で、この先生はそうではないわけですけれども。でもその、教育っていう部分にね、共通点があると思うんだよ。本来であれば、本来っていうか、イメージで言うと、この僕と、この H 先生っていうのは、全くその守備範囲が重ならないように見える二人なんだけれども、でもね、実は重なってるんだよ。しかもその重なってる部分はね、結構厚く重なってるんじゃないかと思っているんですよね。 だからちょっと学内で何回か研究会とかを開いたときに、そういう教授法に関する研究会とかを開いたときにね、この大先生もちょっと発表していただいたりとか、あるいは様々なコメントとかね、意見を出していただいたりはしていてね、えー、西東にあるアクティブラーニング教室っていう教室があるんですけれども、そこの使い方に関してもね、いろいろなご意見いただいたりしててね、本当にね、こうすごく、あのー、学内で そういう教授法という話をするときはね、もう欠かせない先生かなと思っているんですよね。だからまあ僕個人としてはまあその先生とね、今度、まああの、今週ね、まあ数日以内にお話することになっているのはすごく楽しみだっていうことですね。だからちょっと、えー、学生の皆さんもね、そういうホームページを見るだけではわからないようなことをね、研究している先生もいらっしゃるんだっていうこともね、ちょっと知っといてもいいかなと思います。ほんじゃあまた。